ですかこのトレーナーは。実は今さっきそこのところでお店で買ったトレーナーなんですけど、ほら私はとても魅力的。こんなのとっても日本じゃ着れないような気がしますけど、私は着たいと思います。実はここのお店なんですが、トレーナー似合うと思うけどな。さて今香港に地元の人たちの間で大ブームを巻き起こしているのが精進料理。その名が示す通り、お寺のお坊さんが考え出した野菜オンリーの料理法でも、今やヘルシーを気にしだした香港ピープルに大受けなんです。お店の中に入って今私のところに前菜が届きました。で、まあこれをざっと見るとこう餃子とか、あといかにも中にお肉が入っていそうなっていうものがたくさんあるんです。特に本当によくできてるのはこのチャーシューなんか、見た目お肉にしか見えないんですよね。これ絶対お肉にしか見えないでしょ。ん？表情が怖そう。やっぱりお肉だと思うんだけど。お肉に見せかけて実は湯葉なんです。これで驚いてちゃいけません。こちら酢豚と思いきや、豚肉の代わりに大豆を潰したもの、そしてそしてキノコで作ったフカヒレもどきもあります。うーん、技あり。でゆきちゃん、お味はどうですか。これはなんか筒状になってます。じゃあこれはなんか変な味です。食用スポンジを食べてるような気持ちです。じゃあこのお魚に見えないお魚に行ってみたいと思います。これはですね、このあんかけのような酸っぱくて甘酸っぱいものだそうですが、これをかけます。かけると結構怖いものがあります。ちなみにたい焼きをお尻から食べる人です。そんなことはいいんですけど、すごい。あ、グーグー、これは美味しい。アジア最大のおもちゃ屋さんがあると聞いてやってきたのはゆきちゃんです。今このグロリアイップちゃんにご紹介していただいて、トイザラスっていう大きいおもちゃ屋さんなんですけども、そこにやってまいりました。彼女は今映画で香港パラダイスで共演していまして、それでもう皆さんもご存知の通り、去年三上博史さんとかでクジャク王っていう映画ありましたよね。去年ご存知、それでアシュラの役をやって、今香港でもすごいもう人気が高いという女優さんでありタレントさんであるという可愛らしい17歳、 17歳の女の子です。では入ってみましょう。すごい混んでます。子供だらけです。あ、かわいい。サムライメイク。あ、かわいい。かわいい。ドーナツ。すごいビリビリビッグね。あ、すごい。これすごいんですけど。冷蔵庫から洗濯機から棚から全部ある。面白い。これは女の子の赤ちゃんがいたり子供がいたりする場合にはもう大喜びですね。本当に大きくてね、もうものすごいスーパーマーケットなんかの何倍もあるようなものすごい大きさで、これが全部おもちゃなんですよね。これでこれがなんと来年日本にこのおもちゃ屋さんが進出してくるということで、もう驚いています。これが日本の、しかも東京あたりにできる予定ということで、そうしたらもう日本の子どもたちはたくさん嬉しいだろうなっていう感じです。というわけで私たちこれからせっかくここまで来たので、グロリアと一緒に、おもちゃをたくさんちょっと買っていきたいななんて思っています。じゃあグロリア、レッツゴー。